一番になれるということを体験したら勝ち癖がつくんですね。僕がここで言ってるのはナンバーワン戦略、圧倒的ナンバーワンになるという。圧倒的ナンバーワンでないとそのビジネスモデルというのは大抵時間の問題でもう利益が出なくなります。大した利益が出なくなる。プラットフォームを作るというのは圧倒的ナンバーワンになって初めてプラットフォームが作れる。業界標準を作る、ディファクトスタンダードを作る、圧倒的ナンバーワンになって初めて意味を成す。マイクロソフトの Windows だ、インテルの CPU だ、 Google だ、 Amazon だ、 Yahoo だ、それぞれ圧倒的ナンバーワンになって初めてその本質的な存在意義を長く享受できる。このナンバーワン戦略というのは孫子の兵法の中にもランチェスターの中にも共通して出てくる。勝てる戦いしかしない、戦ったら絶対に勝つ、勝てる戦いしかしない、しかもやったらその分野で圧倒的ナンバーワンになれるという自信のある分野しかそもそも手をつけない。手をつけたら時間が早い遅いはあるとしても圧倒的ナンバーワンになるという戦略が見えたその分野だけ手をつける。圧倒的ナンバーワンになれる道筋が見えて初めてそこに手をつける。やる以上は圧倒的ナンバーワンになる。そしてプラットフォームを取る、デファクトスタンダードを作る。それが特にこの情報産業においては圧倒的ナンバーワンでないとそのポジションが非常に危ういということであります。ナンバーワンにこだわる、強いこだわり。ソフトバンクがボーダフォンジャパンを買収しましたね。ボーダフォンジャパンは一番を経験してない、ずっとどんべ、負け癖がついて、買収して乗り込んでいって、ね、僕は話をして、その当時のボーダフォンジャパンの幹部の連中と話をして、これはあかんと、目が死んどるわい、自信を持ってない、負け癖がついてる。でもうザクバランで、お前ら負け癖ついてるんじゃないか、どうやれば勝てるか、何をすればいいか話を聞いても、今日はバンバン手上がってるけど、ほとんど自分から意見を言わない、負け癖がついて、どうせダメだという諦めムードだと。だけど僕は彼らに言いました、見とれと、一回必ず純増ナンバーワン取るぞと、一ヶ月でもいいから累積ナンバーワン取るのは時間かかると、一ヶ月勝負で、一ヶ月でいいから純増ナンバーワンを取ったら、なんだと、一番なれるじゃないかと、一番になれるということを体験したら勝ち癖がつくんですね。もうこの一番にこだわる、で一回我々が純増ナンバーワンだったら、ほとんど毎月それから純増ナンバーワン続けてるでしょ。ほんの何ヶ月か例外があったけど、それ以外は一番を取ってる。そのポジションがホームポジションになると、一番でないと気が済まない、気持ちが悪い、そういう風になってくる。僕は言っちゃ悪いけど、小学校1年ぐらいの時からほとんど一番しか経験してない、大抵何やっても一番しか経験してない、一番でないと気持ちが悪い、で一番になれるように頑張る、自分を追い込む、腹をくくる、へこたれないということですね。やると決めたらその分野でナンバーワンになる。何でもかんでもやると腹に決めたわけじゃないよ。音楽でナンバーワンになるって俺決めたこと一度もない、ちょっと音痴だからね。バレーボールでナンバーワンになるとか思ったことない、背が低いし。でも自分がやれると、やれるはずだと思える分野ではもう絶対一番になると決めて、決めたらもうとことんやり抜く。この勝ち癖をつける、勝ちにこだわる、一番にこだわる、圧倒的ナンバーワンにこだわるというのは社風として大切です。先ほど戦うという一文字あったね、ことをなすというのに2番3番でうろちょろしてて、ましてや4番5番でうろちょろしてて、ことをなせる、そんなに甘くない世の中は。大きなことをなす、志を高く持って、高く保ってやり遂げていく、そういう気概が起きなくなる、負け癖がついてると。どうせナンバー2だし、いつもの、どうせナンバー3だし、そういうやつほどことをなせない、高い志を持ちえない、もうただついていくということです。間違っても皆さんがリーダーになった時には2番に甘んじると、2番でよしとすると、よく頑張ったと、2番になったと、絶対に口にしてはいけないと、2番は敗北だと思えと、5位から2位になってちょっと自分に頭を撫でると、バカを言えと、
もうその時点で失格と。5番から2番になったら、おお、もうちょっとだ、行くぞと、絶対1番になると、そういう腹を据えて根性を持って、まだ2番はまだ終わってない、途中だということでやり抜く、そういう社風を作らないとことはなせない、300年生き残れないということですね。皆さんの部下に対して深い愛情があるなら、我々のお客さんに対して強い責任感があるならば、一番にならなきゃいけない。一番になればそこからゆとりが生まれて、お客さんに対してより優しくなれる、新しい技術開発によりチャレンジできる、より責任を持った事業ができる、本当の責任を持ちたい、高い志を持ちたいというならば、2番に甘んじちゃいけない。それはもうただ焦っとるだけというしょぼい存在だと。